康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表参議院議員の私、田中康夫です。2月17日の深夜に民主党の小沢一郎代表とアメリカの国務長官のヒラリー・クリントン女子の対談がありました。なぜか日本のメディアはこの内容に関してほとんど報じてはいませんが、毎日新聞そして産経新聞が残念ながらウェブ上とはいえその内容に関してとりわけ産経新聞はウェブ上で詳細に報じています。私はこの内容を一読しまして、かねてより小沢代表が述べていたこと、またこの会談に先立ってどういう話をするべきかなというふうにおっしゃってた時に私が2、3申し上げた点、それをも超えたですね、大変に私は深い、まさにヒラリー・クリントン女子が述べた大変な洞察力だという対談であったと思っています。なぜならば今まで日本はこのように述べてるんですね。我が国の政府は自らの主張をきちんと主張し得ないところに問題があったのではないか、まさにその通りでありまして、アメリカは日本をどう考えているんだろうなどと右往左往を常にしていますが、日本はどういう考えなのか、日本は何をするのか、そして何はしないのか、こうした中でどのように強調していくのかが議論な点でありまして、まさに小沢代表は両国で本当に同盟国として世界政策を世界戦略をきちんと話し合ってその合意を得た上で個別の問題について対応していくことが大事なんじゃないかと述べたわけで、これに対してヒラリー・クリントン女子は洞察だと、洞察力があると述べているわけですね。まさに日本はその時の出たとこ勝負のような、穴が開いたから道路の舗装をするだけじゃその、中の電線地中化はあるいは、下水の具合は あるいは道路の具合は国土の具合はどうするのかというようなことをですね、きちんとしたビジョンを持ってきてなかったという点にあるわけです。そしてまた中国の問題に関しても、これは自分は中国の首脳にも皆さんご存知のように彼は多くの中国の首脳に会っているわけでありますが、市場主義と共産主義とは原則原理的に相入れないのであって、中国がいかにソフトランディングができるかということがアメリカと日本が共に考えなきゃいけないことだというのを述べています。まあ、補足をすれば、私は市場主義というよりもですね、自由主義の経済というものはこれは私たちが選択をしているわけです。しかし、極めて視野狭窄な金融工学と呼ばれる数字が全てでサイコロの確率のように決められると言っていた、新自由主義経済という新自由主義経済というものの市場原理というものが破綻をしたわけです。そしてそのことは同時に数字が全てだと言っていた計画経済という名の共産主義であったり社会主義が行き詰まってしまったということでもあるわけでして、この点にまさに私がかねてから述べている正しいハイエク、新しいケインズということをどのように作るのかということです。そして日本はかねてからこれも述べているように、オセアニアの交差点、アジアの交差点、アメリカの交差点の3つの円が交わる場所にある要衝の地なわけでありまして、だからといっておごり高ぶるわけでもなく、だからといって逆に卑屈になることもなくですね、その意味においてアメリカとも真の同盟国であるならば、まずは全体像というものを議論をして、その上で個別案件を行うというこの考えは、極めて私は現在が野党であるからということだけではなくですね、政権与党の座に就いた時にも極めて小沢一郎という人が、今まで皆さんは口下手な人なんじゃないか、ご本人もそう思ってらっしゃった、しかしこの産経新聞のウェブ上のかなり深いところにすでに残念ながら入ってはしまっていますが、2月18日の0時31分に小沢代表会見商法詳しくの報ずるという形で、日米関係は何よりも大事という形で産経の MSNS ウェブ上に載っていることはぜひご覧いただきたいと思います。その上で日本の現在の宰相である人物が、中国が国際社会で建設的な役割を果たすよう期待することで一致などと会談をしたと述べてますが、まさにこれこそは日本的な抽象的な常念的な建前なですね、まさに崩壊をした計画経済のスローガンと同じような話になってしまっています。にもかかわらず多くの日本のメディアは
こうした小沢クリントン会談というものの内容をほとんどつまびらかにしようとしません。膨大な広告が減ったとはいえ載っており、そしてまた吉田仕事の記事が載っている中で、真に私たちが何をありのままを見るだけじゃなくて、なぜそうなったのかということを、エドワード・サイードが述べているように考える、そうしたヒントを与えていないと思います。かねてから私が述べているように、産経新聞と毎日新聞というもののウェブ上の展開、そしてこの新聞の2つの姿勢、右とか左というイデオロギーが超えた時に、彼らがアーカイブとして、まさに読み手である私たち、消費者である私たち、生きている私たちにきちんと物事を考えさせる報道をしている、日本の中では相対的に言えばより優れたメディアが産経新聞と毎日新聞である、あるいはまあ東京新聞のこちら特報部であるということを図らずも、今回のクリントン小沢対会談というものを他の多くのメディアというものがほとんど報じずに終わってしまったというところに現れていると考えています。